て全員で約1ヶ月かけて作った作品です。岩手県木工工作コンクールで優秀賞をもらいました。どうぞ電動コミュニティセンターで飾ってください。はい、じゃあ飾らせていただきます。はい、この度は、電動小学校3年生の皆さんが丹精込めて作っていただいた、電動帳を、このコミュニティセンターに飾らせていただくことになりました。岩手県の、木工工作コンクールで優秀賞もいただいたそうでございます。いや本当にあの私たちにとりましては素晴らしい、皆さんの作品を飾らせていただくということになりましたので、本当に心より感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。人形を立てたりすることが大変だったです。とても嬉しかったです。